あ、どうも実況のクソゲーです、お願いします、はい、キリアです。それちゃんとつけた方がいいんじゃない。いやちょっとめんどくさいね。それなんかつけんかったら佐藤松がめっちゃ声ちっちゃかったから。さあ第4回始まりました、寝屋川大会。はい、はい、今回のシングルトーナメントルールとして、はい、敗者復活戦はなし。なるほど、はい、うん、だけどまあちょっと人数の関係で23人という、まあ、ちょっと中途半端な人数なんで。ああ、なんか1人空いてました、ね、そうそう、だから上3人になっちゃうんで、その3人でリーグ戦。なるほど、ね、そうそう、トップ3でいいんじゃないですか。リーグ戦、リーグ戦楽しそう。上に上がれたらの話だけど、クソゲーさん上がるんじゃないですか。僕は無理です。いや頑張っても、あ、そうか、一番上しか無理なの。そうそうそう。あ、まあちょっと言い忘れましたけど、動画の皆さん、デュエルお疲れ様でした、はい、あ、遠征来ていただいた、ほんま優勝の方もおめでとうございます。はい、じゃあ優勝の方も、うん、始まるんで。あ、もう試合も始まる、実況は、うん、はい、さあ、ね、1回戦もう始まるみたいで、ジェイカーさん対、うん、藤島くん始まります。お、始まります。1回戦 A ブロックの1回戦、ジェイカー対藤島さん。ジェイカーさんね、ジェイカーさん、ジョーカー、 J でやん、 J で、ジェイ最近やってないよね。ああ、前ねモンデルちょっとやりましたけど、どうやったんですか。いや強かったっすよ、やっぱり強かった。やっぱ勝ち越したから偉そうに。ほんま実力は衰えてなかった。霞系パオがジェイカーさん、藤島さんが霞キング、あ、あ、スコアチームですね。いつもの感じですね、いつも。まず初手は霞対 K ダッシュ。これってやっぱ相当きついです。僕最近霞使ってますけど、 K ダッシュバルきつないですか。いやー、どうなんすかね。あ、多分やっぱりまあ霞不利でしょうね。まあまあ、どんぐらいですか。 6.5 いく、 4.6、 いや7.3とかいくんじゃない。そんなぐらい K ダッシュより、本気出したら。あ、でもやっぱ初手で絡まれたらね、まあまあまあ、 K ダッシュ重ねやつ、あれはアインを丸ごと潰したら強い。やっぱ大会霞強いですね。まあまあ確かに追いつけたらいいから、ね、そう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 。さあ1回戦、初手は J の霞が取って、霞同キャラ、ゲージもちょっとあれだけど、はいはいはい、あ、結構いい感じっすね、うん、これなんかまあ攻めてる方がガンより確かに、ね、なんか返せない。そう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 。でもパラスイワークなんか当て見したらええやんって言ってました。あ、当て見したらぶっ壊したら勝てるやん、ちょっとアホです。あの参考にならない。全く参考にならない。使ってるの見たことない。そう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 。さあでもジェイカーさんがいい感じで立ち回って立ち回って取ってますね。おお、なんだかんだでやっぱうまいな、ジェイは。 C 前入らないが、あ、おお、うまっ。あれうまいな、うん、地上ってのがうまいね。空中に当たりそうなもんやけど、あんま好きないっすもんね、うん、おお、 J がガンガン取って、こいつやりよるな、やってへんくせに。さすがっすね。さあこれ、藤島さん頑張ってほしい。キング大将だけど逆算しにくいキャラっすけどね。ああ、まあ確かに、うん、うん、でもまあ、まあ、次 K ダッシュですからね。パオはなんかいけそうっすからね。パオキングはまあキングよりっすけど、状況がね、まあ確かにね、うん、いや全然いけますよ、全然。でも、うん、これをちゃんと取れば、あのマックス数さえ当たらなければ、当たらなければ、おっさんが当たらなかったら、うまい。あ、ミラナをうまいこと逃げたけど、ちょっとそっちに行ってしまった。さてなんで後ろ行くんですかね。うまかったんですけど、うん、さあこれを、藤島さん、これを頑張って取ればあるよと。表裏が見えず、 K ダッシュがガンガン取って、 K ダッシュやっぱ疲れさせるプロですからね。あ、まあ確かに霞は殺すプロやけど、あ、まあ確かにこれ負けてもね、多分芸術家はしかり、そうそうそう、芸術家は大将と体力いただいて、大将上からやっぱ中継なんですかね、 K ダッシュは。いや一番じゃないですか、やっぱそうですか、どっちにしろ強い、相手芸術だったら絶対やりにくいですよ、 K ダッシュは、うん、やりにくいっていうかまあまあ強いですけど、 K ダッシュの攻めを返せないですよ、ね、そう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 。あ、ちょっと勝利が出ずジャパントリガーがやり、やっぱどんどん疲れていくキング。あー、こうなりますよね。こうなっちゃうけど、ここを取りたい、頑張って。あー、でシュートに引っかかって、これさあこれ落ち着いて、あ、ちょっと漏れたけど全然 OK。 さあこれでいけ、
頑張れ。あ、まあやるしかない。リバダイ読みだったけど、あ、冷静に J が立ち回って 3B で終了。うん、で1回止める。あれやばいな、ね、やばい。 J うまいな。A ブロック第2試合、鉄平さん対カットさん。俺が書こうか。広場ある。じゃあちょっとどけよう。ちょっと何年したらいいかな。いやいや、買った時だけ覚えた。さあ 1P 鉄平さん、 2P カットさん。1P が、あ、上位4キャラのクーラー系ダッシュかすみ。 2P のカットさんがイオリ。イオリいいっすね。イオリ系ダッシュクリス。イオリ今評価めっちゃ上がってますよね。イオリとオリ強、うん、いや強いと思いますよ。クーラーきついと思うし。イオリクーラーきついですか。イオリ使いとして、イオリがきつい。でもジャンプ早すぎでしょ。イオリ落とせないっすよ。ジャンシーがやっぱね、あ、ジャンシーが当たんないんでね、しゃがまれたら。ああ、まあまあまあ、それはチラシ用じゃないですか。まあ、に青い花が触れないですね。あ、そうなんすかね。2ゲージなかったらいきますか。まあ、NB で終わる。でも、それでなんか攻め手をね、小技でせっかくやって青い花で攻めが終わってまうというか。あ、うん、確かに、うん、あ、2ゲージ溜まってもた。そんなにきついっすか。利用率使いとして。それほんまにきついと思う。へぇー。あ、そうなんや。あー、ちょっと今のブレスはちょっとダメージ同じぐらいだったんですけど、ちょっと痛いか。ブレスってダメージ結構高いでしたっけ。まあ、どうなんやろ。7ぐらい。 あ、そんなもんか。うん、多分やけど。さあ、ゲージある状態やったら、まあクーラーもこれ壊したら行ったら5割やからね。あれ減るよね。あれ減るよね。ガクラも寸前だけど。ガクラやべえな。さすが系だしやわ。やばいな。シャラート突っ込んで、まあ前 B をちょっとマクセル避けて、レイスピンを差し込み、もうちょっと疲れさせたいところ。ああ、今のはカウンター確認をしたしようとしたのか。うまい、うまいですね、2人とも。でも2人ともちょっとご存じない方なんであれなんですけど、うまいっすね。先出しどうキャラ、ゲージはともかく前 B はちゃんと避けて、うまい。あ、いや、今の壊しだと間に合ったんかな。間に合ったな。でもまあよくシャラーまで打ち切りますね。まああれ反撃しできないというか、なんかやりづらい。うん、ありちゃありですね。さあお互いじりじりして、これどうすか、 K ダッシュ使いとしては。いや、 K ダッシュ有利ですよ。まあまあまあ勝ってる方が有利。金色さんの K ダッシュめちゃめちゃなんか前で打ってますけど、噛み合わず。全然ありっすね。当たるっすからね。あの前見て9割方当たりますからね。さてさて、これでちょっと、あー、これキャンセルのあったかな。でもフルコン食らって、カットさんの方が取ったのかな。そうですね、うん、はい。 2P のカットさんの K ダッシュが取り、さあ、かすみ対大将かすみ。あ、昔はちょっと、うん、あ、でも落ちないかすみ。やっぱテンポロは強いんですか。どうなんすかね。どこでも強い。ゲージ管理もできる。まあ、霞使い。どっちなんですか。2週間ぐらいの霞使いですかけど。先方は強い。先方しか使ってない。うん、クソワさん、スコアさんに書き、何この霞クソやなって言われたんですけど。いや、霞はまあクソっすからね。まあもう、いや、もう言ってない。され。あ、さあ、さあ。あ、でもこれクリス使いとしてやばいんじゃないですか。結構きついでしょ、霞。ディレクション当てれば勝てます。それパワーエース理論って言うんですよ。パワーエース理論で勝てます。でもまあゲージ差で頑張れるところ。ND とか足払いとかで対空取って、だ絡まれないように頑張って立ち回って、クリスがいい感じに立ち回ってる。ペチ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 ダメージを取って、あ、これはやばいか。あれがやっぱやばい。うん、あ、入って使うか。使ってダメージはちょっと霞より、あー、1点読みでマックス絡めて。あれ難しいっすけど。いや、別にあれは別難しくないです。キリアンできないだけです。あ
あれ神レベルやろ、うん、おーこれでスライディング噛み合ってカットさんが取りましたと素晴らしい、うん、あの1点目スライディングが決まったのがでかいですね。フォローも効きますし、ね、あれ当たったら見てからできるんですか。無理です無理です。無理かてかクリス何年も使ってるのなんであのハスコンできないんですよ。キリアンあれは必要ないですいやだいぶ大事ですさて、A ブロック第3試合キノピーさん対チュンコさん。これ前も言いましたけどツンコさんかチュンコさんか分からんけど、いやツンコさんでしたよ確かね。ツンコさんなんですかね。ツンク的なそれ前も言ってたのネタが一緒なんですよ草原さん。もう実況ネタがなくなりましたねいつでも変わりますよ。なんか聞いた覚えがそう、あ別にキャラ使ってましたね。別に受けようと思って言ってないんでちょっと分かりやすく例えたつもりなんですけど。そうそう、さあ寝屋川勢の 1P キノピーさん対 2P、 はい、2P のツンコさんキャラが独特っすね。前クラークは使ってましたよね。クラーク使っててパオやったんですよ確か。バレスさんとこ、そう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 、だから先方表クリスってどうですか。ゲージないときつそうなんですけど、でもコンボが安いね。うん、立ち回りだけで頑張るかと。あスタンプ影響できるんかな。あ、はい、できたらでかいで、うん、前転で前転で終わるから確かにガンガン暴れてサマーが多いな。でシーマー A が入ってやりおるね。いやいやいや、 あれは往年の連携サマーサマーあれビビらしてディレクションをやるっていうのが多分基本なの。それちょっと大阪の評判が悪なるなプレイですけど大丈夫ですか。いやいやいや全然ありっすよ。まあまあピットプレイにはあんま文句言うのもあれですけど。さあ 1P のキノピーさんのセスが頑張って取って 2P のクラークを頑張ってと。ツンコさんのクラーク頑張ってほしい。確かにコンボはめっちゃうまかった気がする。なんかガトリングスパギャンができる人ですよね。ただこれ相当クラークきついっしょ。あやっぱそうなんすかね、うん、おうまっ今のガトリング差し込み。クラークガトリング強すぎますからね。ガトリング強いっすねほんまに。あ今のうまい注意歩き投げ。さあここで投げはめたらいいんだよ。ああ今のはちょっとでかいけどちょっと安いで、クラークの秘伝リバダイ D が決まりツンコさんが取り返す。さあ裏ロバー対クラーク。クラークはちょっと暗い辛い時間が続くが投げはめた関係ない。しゃがんでたらもう無理かシャイニングウィザード決めたらいいんですかあのまだ大好きなんで。うわ激しいやるなサマー。なかなか激しい2人用が決まり。でもまあやっぱクラークはきつそうですね。いややっぱね、うん、あれ負けるからな。ジャンシーやべ。さあガンガン走り決まるか。あー残念。さあこっからのフォロー。あこれも残念ながら決まらなかったが激しい攻防が決まり、まあその激しいのを制したキノピーさんが大将先に引き取り出す。2P のツンコさんバネッサ珍しい。珍しいですね。しかも大将っすよ。確かにすごいちょっと見ものっすねこれ。どんな動きをするのか。エリオン、まあこれしかないですもんね。まあこれやっぱきついかな。きついでしょうね。さあもうこれ初コンクラと死ぬ体力だからアッパーカットしまくり。エリオンでになんとか近づくなと。あのなんかバネッサ壊しに弱いはずなんですよ。あでもロバートの壊し性能悪いか。あまあ、うん、ああいうのに激しい。おおさ、まあ、まあ激しい。シャーシーアッパーが決まりワンチャン掴みましたね。これはいけ、うん、あでもバネッサ火力がね、うん、でもまあ使えたらマックス使えるでしょ。体力的にもゲージ的にも7割ぐらい減るでしょ、うん、アッパーカットに抜けて。あちょっといけず。ただ攻撃打ちづらいんか。あ前転が決まり。ああ初回いけず。どっちか分からなかったか。あるよ、うん、マックス数があるから。あ決まる。ああ惜しい。あこれは決まったか。あ今のあキレちゃんとガーキャンで殺し。あれ多分アッパーがあったなと。前からの前ゴートゥーヘルで前が強制ダウンやから。そっからあのゴートゥーヘル の, あのティフォンレンジの部分のところが決まって死んだかもしれないが、ちょっと状況判断できなかったか。あの竜巻の部分やったらめっちゃ変にやる。確かそう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 。ちょっとなんかゲーセン用になってダメージ下がったけど。